さあどうやら再スタート切りました。イエローフラッグはなくなった。このラップでヘアピンのイエローフラッグはなくなったようです。さあまたもう一度仕切り直してヘアピンのブレーキングで勝負を挑める状況が回復しました。残り周回は10周を切りまして、このあと残り9周、周回数は74周目に入っていきます。さあ今坪井翔にはヘアピンのイエローフラッグが解除されたというのは連絡が入っているはずです。もちろん山下健太にもヘアピンのイエローフラッグが解除されたと連絡が入っているはず。さあまたラインを変えていくぞ。坪井翔がラインを変えて出口で早くアクセルを踏めるラインを作っていった。アトウッドカーブ、GT300 のマシンが目の前にいたタイミングで山下健太はちょっとここはパッシングをしながら今ヘアピンのブレーキングで入っていきますけれども、なんとかまだトップを守れています。さあ残り周回は一桁になります。残り周回は一桁。レースは終盤に入っていますが、まだ緊張状態はトップ続いている。昨年の最終戦チャンピオン決定戦は最終ラップ最終コーナーを回ってからドラマが、大きなドラマが生まれたというそんなレースが昨年の最終戦でありましたが、チェッカーを受けるまで順位は確定するわけではありません。そのチェッカーを受けるまで諦める必要はありません。レースというものはどんなスポーツもそうでしょうけれども、最後最後のそのゴールを迎えるまでどんなことが起きるか誰にも予想はできないんです。さあまた GT300 のマシンが現れる。坪井翔もタイヤはかなり消耗してきているはずだ。山下健太と立ち上がりの勝負、アトウッド、山下健太がやや慎重にアクセルを上げていった。さあどうだ、さあどうだ、スリップストリームに入っている、スリップに入っている、サイドバイサイドになる山下と、そして坪井、アウトサイドから36ブレーキング飛び出した。勝負あった。山下健太のこれは我慢比べの勝ちだった。坪井翔がアウト側からヘアピン狙っていきましたが、ブレーキングで我慢できずコースオフ。残り8周、トップ争いは勝負あったか。坪井がコースオフで復帰しましたが、これで山下大きなリードを築きました。我慢しきれなかった坪井翔、最後はタイヤのグリップも落ちていて止まりきれませんでした。2番手のままキープではありますが、トップ争いは広がった。75周目、勝負は動きました。カーナンバー14番の山下健太、トップ、そして2番手坪井翔、ついにその時が訪れたかと思われたんですが、タイヤがもう消耗している中で止まりきれなかった 36AU。 GT500 勝負あったか。トップと2番手の差は9秒ほどつきました。カーナンバー14番、さあついにファイナルラップに入りました。2021年、そのシーズンのキックオフとなります。オートバックススーパー GT ラウンド1、高野湖のホテル岡山 GT300 キロレース、 GR スープラ同士の意地とプライドのぶつかり合い、まさに1対1の死闘を繰り広げた山下健太と坪井翔。74周目ですか、その勝負があったわけなんですけれども、それでも山下も坪井も見事な戦いっぷりを見せてくれまして、スーパー GT ファンを熱くさせました。さあ間もなくチェッカーに入ってくるカーナンバー14番山下健太が今マイクナイトコーナーに入ってくる。なんとカーナンバー14番2番手スタートから逆転でピット作業、チーム全員で勝ち取った勝利ということになるでしょう。2021年
開幕戦を制したのはルーキーレーシングのエネオス X プライム。ルーキーレーシングとしてはスーパー GT 初優勝を飾りました。2021オートバックススーパー GT ラウンド1、鷹の子のホテル岡山 GT300 キロレース。いやこれぞレースという GR スープラ同士のトップ争い、見事でありました。